はい、では行きましょう。もうかなり怖いですけど、喋りかけたくないですけど、喋りかけます。矢頭組の人に、なんでいてめえは江戸っ子、なんでいてめえは、なんでいてめえは、いや名乗れよ早く、警察やって。なんでいてめえは、はよ名乗れやん。手帳見せろ手帳。警視庁のものだが。お、札の旦那でしたか。あっしは矢頭組の若いもんで、関辰弘と申します。ところで何の用ですか。めっちゃ弱いやん。警察にはめちゃくちゃ弱いやん。この男に見覚えはないかね。そういや見た顔だが、まあどっちみち使い走りのチンピラじゃねえんですかい。完全に末端の末端やね、おそらくね。かと、うちの組にはそんなやつはおりませんぜ。だからもう準構成員、正式な構成員ではないってことやね。確実に言えるのは、事務所にも出入りはしてない。誰ですかいそいつは。明美やろ、知らんのか明美のこと。山崎、誰ですかいそいつは。いろいろ調べてみようか。立派な看板です。矢頭組と書いてあります。事務所の入り口です。事務所入らせてもらいたいな。ピストルや刃物は持っていないようです。すごいこと言うてるな。拭いています。その代わりダスター的なものを持っています。ベンツです。組長の車でしょう。なんでわかんねん。これ組長の車なんや。これ組長の車。これ中入りたいな。中入りたいねんけど無理か。特に変わったところは見当たりません。覚えてないのか加藤。いや進まへんぞこれ。そういや見たぐらいなんですよね。中に入ることはできないのでどうしよう。ここも特に発生してないですからね。決勝戻るか、戻るか。よし、矢頭組のことについてちょっと調べたいんだが、何か分かったか。いや何も分かんないですね。来た、広森明美というアイドル歌手を知ってますか。あら、西本刑事、広森明美のファンなの。え、殺された加藤と関係が。それなら N プロダクションに当たってみたらどうかしら。ほら四ツ谷にある芸能プロ、確かそこの所属ですわ。あ、それから十津川警部が報告をお待ちですよ。来た、西本くん、事件の方はどうだった。報告しましょう。顔がめちゃくちゃでかい。なんでこんな、この人だけこんなにアップなのか。西本は今日の調査結果を報告した。そうか、それじゃあそのアイドル歌手と、それに矢頭組との関係を調べてみてくれ。ところで亀さんの報告がまだなんだが。あー、ここで亀さん呼び出すわけね。亀さんもう報告これ行っていいかな。無理やもん。これ亀さん報告行こう。すごすご帰りましょうか。無理やもんだって。今のところ何も情報は入ってません。報告お待ちじゃないの。報告お待ちじゃないのか。まだなんかこっち終わってないな。あ、終わってないな。なんか終わってないな。ここでフラグが立ってる可能性がありますね。では改めて永田町行きますか。よしよしよし。いや、まあ、新たな情報を得たわけではないからね。変化が全くないねんな。あ、来た。その時奥の部屋から一人の男が現れた。あ、先生出てきた。出た。生え際がすごいな。私が番内だ。警察が一体私に何の用かな。分かってんだろ、分かってんだろ。いろいろ聞くよ。ロイヤル、君もあの店へ行っとるのか。広島のこと。5年前広島で起きた汚職事件をご存知でしょうね。
当たり前じゃないか。当たり前じゃないか。あの頃わしは市会議員じゃったからの。あの事件ではわしも大変な迷惑を被った。わしは断じて潔白じゃった、じゃった。だからこそ今の地位があるんだ、まあ、かなりこだわっとるね、まあ、つまり潔白ではなかったってことなんですよ。このゲーム用語で言うならば、ただもみ消したってことですよ。もみ消して今の地位を手に入れたと、まあ、そう見ていきましょう。井村のこと知らんねえそんな男は。なるほど、まあまあまあ、まあ、そこは知らんだろうね。知らんと言うだろうね。わしのことが知りたいのなら勝手に調べたまえ。いや、調べさせてもらいますよ。後で吠え面書くなよ。彼は若いが優秀な弁護士だよ。ゆくゆくはわしの顧問弁護士にしようと思っとる。中郷さんとは広島におられた頃からの知り合いでしたね。それがどうかしたのかね。いえ、別に。さあ、知らんねえそんな男は。なるほど、広島のこともう一回つ、わしはあの事件とは関係ないと言っとるじゃろ。どっちにしろもう済んだことじゃ。じゃをね、すごく使ってくる。このじゃをすごく使ってくる感じ、気持ちが悪い。なかなかね、現代でね、じゃをこんなに使う人はいない。じゃを使いすぎてる、本当に。番内調べておくか。なかなかの貫禄ですが、どこかうさんくさい感じです。言うてもだ、何をじろじろ見とるのかと。この辺りが若干うさんくさいですね、ここはね。なかなかの貫禄ですが、どこかうさんくさい感じです。何を、どこをじろじろ見とるのかと。まあまあまあ、じゃあ警視庁戻りますか。会えたのは良かったですね。まあまあ予想通りといえば予想通りでしたけどね。報告待ちにはなってないですね。まだフラグは完全に立っていないということか。一通り回ってみましょうか。新宿中郷、一応出会ってきたぞ。今日は何ですか。話言ってくれるかな。もう帰ってくれたまえ、もう帰ってくれたまえ押しで行くかな。これ、ここはもうなさそうかな。さすがにやはり大吉先生攻めるしかないのかな。知らんよね、まあ、どこでフラグがね発生しようとしてるかがわからない状態なので、ちょっと番内呼び出さないとね。知らんと言っとるじゃろうが。めっちゃ怒ってるやん。めっちゃキレるやん。めっちゃキレたやん。広島での関係性というか、その汚職事件の時の関係性をもう少し聞きたいんですけどね。何か出てこないでしょうかね。君もしつこい男じゃのう、いい加減にしなさい。そんなくだらん質問に付き合ってられん。わしは失礼する。番内は怒って部屋を出て行った。まあ一つ動いたね。もう一人ください。一つ動きましたね。もう一人ください。よし、動いたね、動いた。よし、では警視庁、これは動いたでしょ。なーにこれしか言わんな。では新宿に向かいますか。もうかなりキレられてますからね、この二人には。ここもあかんで。いや、もう行くとこないわ。中野しかない。ここしかねえな。あまり評判は良くないという噂でしたけど、知らんわな、知らんわな。ロイヤルにね、移動できなくなってんすよね。ロイヤルもう一回行きたいねんけどな。
番内に関してももうほぼ終わっているんでしょうね。ここ完全封殺されたな。完全に封殺されましたね。どうする、どこで、あとどこや、何すればいいんやろ。あとやり残してること、やり残してること、全部あかんしね。広島のことすげえ聞きたいわ。いやすげえ聞きたいわ。全然教えてもらえへん。どうしよう、どうするかな。詰まったぞ、詰まったぞ。いやーもうこればっかりやな。どこを調べていきますか。崩せばいいのかわからない。何か調べてないものがあるんでしょうね。どこをついていきますか。全部こいついいよね。 お引き取りくださいなって思ってねんな。どうしよう、いやこれ難しいっすよマジで。静かな住宅街です。いやー誰も知らんもんな。ちょっと待って、詰まった。やってない選択肢、やってない選択肢。新宿、移動できるところ、移動できるところ。しつこく同じことをでもやっていかないとダメなんですよきっとね。ちょっとしらみつぶしていきますかね。しらみつぶし系でいきたいと思います。同じことが発生、同じことでも何か変わる可能性があるんでちょっと聞いていきます。しつこくいこう。想像の範疇の外やからねこういうのは。ここは完全に全部終わった、永田町も全部やりきろう。ちょっとやりきりますね。では1から、広島のことをお引き取りください。めっちゃ怒られてるやん。もうお引き取りください。番内どうなったの。もうお引き取りください。中郷もうお引き取りください。メモをね取るみたいなのが出ないと多分ダメなんですよね。メモに何かねこう要素をメモらないとダメなんですよおそらくね。あ、来た、よっしゃ。そうだ、ドアの取っ手には番内の指紋がついている。指紋を取っておこう。来た、うわ来た来た、番内の指紋取った。こんなんわからんわ。よかった。でもまあしらみつぶし作戦が成功しましたね。これで OK やろ、これで OK でしょ。指紋を取った。まあどこかで一致する可能性が出てくるということか。あの探偵はあまり評判が良くなかったみたいですね。以下の情報なんですけど、かなり悪どいことをやっていたようです。はっきりした証拠はないんですが、情報を売ったり相手を揺すったりしていたみたい。ほうほうほう、まあ悪い悪徳探偵ね。あ、それから十津川警部が報告をお待ちですよ。よかった。カメさん、どうぞ。報告します。亀井は調査の結果を報告した。うん、そうなると、これはいよいよその広島の事件を調べてみる必要があるな。警部、広島へ行かせてください。
井村殺害の原因はどうもその広島の事件に関係あると思うんです。よし、いいだろう。じゃあブルートレインで広島へ行ってくれ。なんでやねん、なんでやねん。まあ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 、でもまあ一石二鳥はいいけどね。山口県警からの報告では、死体発見の時内側から鍵がかかっていたらしい。つまり密室だったんだ。なるほど。だから井村が死んでいたという個室 A 寝台の中を見てきてほしいんだ。私も山口県警の方へ行ってみるつもりだ。いいね、山口県警にこれから舞台を移すわけね。じゃあ早速出かけてくれ。やった、ブルートレインに乗れるやん。約束やね。でも殺しがあった部屋やから若干嫌やけど、若干嫌ですけど、やっぱりあのファイルは重要な部分が抜き取られていますね。調査結果をネタに相手と取引してたんじゃないでしょうか。なるほどね。広島県警の方からは詳しいことは直接会ってから話をしたいと言ってきてます。いや、すげえ気になるわ。死因とか分かってくるやろ。殺された井村は早草に乗っていたんだ。私もそれに乗って広島へ行こうと思うんだが、でも確か早草は広島には泊まらなかったと思いますよ。時刻表をお調べになったらどうですか。あ、そうなんや。亀井は時刻表を調べてみた。確かに早草は広島には泊まらないな。他に個室 A 寝台のあるのは朝風か富士だな。到着時間から考えると朝風が良さそうだ。それもブルートレインっていうことなのかな。朝風を人変えることもできますけど、一応朝風のところに東京駅。よっしゃー、中央改札付近。ということでここからは、朝風を予約する、地獄の朝風予約編に、突入していきたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。